皆さんどうも、ひよりんごです。今日の動画は、今日はですね、鍋です。鍋をね、一人で食べていきたいと思います。今日はですね、山椒香る旨辛鍋っていうのを作って、前に食べたことがあったんだけど、すごい辛くて美味しかったの。だからもう発汗しようかなと思って食べようと思います。今日は全然入れられなかった食材が、白菜と、もやしとネギとお豆腐かな、を入れました。おー、美味しそうだよ。色はめっちゃ悪いんですけど、いただきます。熱そうすぎる。うん、おいしい。熱い。うん、熱々。でも美味しい。やっぱ鍋っていいよね。鍋大好き。でもやっぱり鍋は誰かと食べたいよね。でも一人暮らしで鍋が楽だから食べてる方とかいそう。でもスープ飲むと辛い。なんか山椒系の辛さ、ジリジリ系。なんかね、私大人になってから好きなもの大好き。なんか山椒もちっちゃい頃嫌いだったけど好きになったし、なんかネギとかもちっちゃい頃は嫌いだった。春菊もね。美味しい。やっぱ辛い鍋って美味しい。汗かいて。みんなご飯一緒に食べれてるかな。うん、ネギ美味しい。白米最高。今日お豆腐2丁入れちゃいました。お豆腐大好き。
り。なんか私鍋の具材ちょっとにご飯をめちゃくちゃかき込むタイプだと思う。だからご飯と鍋の割合がめちゃくちゃ悪いけど、まあ鍋は持たせられるし、今日ね久しぶりにご飯炊いたんですよ。4合炊いてそれを冷凍しようと思ってます。おネギも最高です。うん、めちゃくちゃ熱い。めちゃくちゃ熱いです。お水。絶対に冷たいのが出てくるから最高ですよ。ウォーターサーバーの水にこちら粉末の緑茶カテキン一杯ってやつを入れてるゴミ箱を倒しました。さあ一人で食べるの寂しすぎてきて、慣れるかと思ったら全然慣れないんですけど。何も動画とか撮影してないときは普段はね YouTube を見ながら食べてるんですけど、それも結構もう飽きてきちゃってる。うん、でもやっぱりご飯は美味しい。辛い、熱い、ポッカポカです体。うん、2杯目完食しました。美味しかった。結構お腹いっぱいですけど、もうちょっとだけ食べよう。やっぱお豆腐が熱っ。全然半袖でいいね。もうこれで終わろうかな。うん、
すぎる、はあ、ごちそうさまでした。暑い、めっちゃ暑いし、いい汗をかきました。暑くなってきた頃にこういう山椒とか辛い鍋とかを食べるの最高だと思います。一人で食べるのも最近飽きてきちゃって、こうやってみんなとねご飯を食べれたらまた嬉しいなと思って動画を撮ってみました。ということで、まだね鍋はあるので、今日と明日と明後日ぐらいでね完食したいと思います。ご飯もねしっかり冷凍しよう。ちゃんとね、炊飯器が稼働している電気代って高いらしいので、早めに冷凍しちゃいたいと思います。でもねちょっともう暑くて今ちょっとやってらんないので夜風に当たりたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。なんか私は相変わらずというか変わらない日々を送っております。まあでもそれが一番いいのかなと思いながら今は生活しております。暑いもん窓開ける。おやすみ。